フリカ大陸の最も西に位置するセネガル共和国。所得1日1ドル以下の貧困層が国民の半分を占めると言われるセネガルでは、その多くが農村部に集中しています。こうした貧困からの脱却を目指し、行政と地域住民が一体となって繰り広げられている活動が、今セネガルの人々に大きな変化をもたらしています。セネガルをはじめアフリカの多くの人々は自然環境に適応し、そこから生活の糧を得て暮らしてきました。しかし近年、自然との順応関係が崩れ、人々の生活基盤がこれまで以上に不安定なものとなっている事例が多く現れています。降雨量の減少や砂漠化の進行、塩害による土壌環境の劣化、砂漠バッタ飛来による作物への被害など、人々は深刻な食糧難に苦しんでいます。また農村人口のおよそ半分が安全な水にアクセスできず、劣悪な衛生環境によって下痢などの水飲性疾患が蔓延しています。そして女子児童は長時間の水汲み労働を強いられ、学校に水施設やトイレがないことから女子の就学率が低いという状況を招いています。恐怖からの自由と欠乏からの自由を到達点に、人々の保護と能力強化を図っていく、それが人間の安全保障に立ったアプローチです。人々を取り巻くさまざまな課題は密接に結びついています。よって一つ一つの課題に対応するのではなく、これらの課題に包括的に取り組まなければ、人々を取り巻く状況はさらに悪化してしまうのです。人々を守るために必要なサービスを政府レベルが提供するだけでは不十分です。大切なのは、それが地域社会、人々まで確実に浸透し、人々も自ら問題を解決し、生活を改善していける力をつけること。 JICA は政府レベルと地域社会、人々の双方への働きを連動させることで、初めて人々に確実に届き、持続的な効果を生む援助が可能になると考えています。そのためにさまざまなアクターと連携した協力活動を展開しています。人々を取り巻くさまざまな課題に包括的に取り組み、人々を脅威から守る。人間が生きていくために必要不可欠な資源、水。国際社会の援助のもと、セネガル政府はこれまでにおよそ1000以上の動力式給水施設を建設。日本政府は1979年よりおよそ28年間にわたり110カ所以上の建設を支援し、安全な水を現地の人々に届けてきました。このメレト村には1990年に日本の無償資金協力によって給水塔が建てられ、以来村人およそ2900人の暮らしを支え続けています。C'est vrai que comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire qu'auparavant,
avant que le forage ne soit installé, on rencontrait des cas de diarrhée sévère, c'est-à-dire que c'était des cas de diarrhée rebelle, sanguinolente, qui posait d'énormes problèmes au niveau de la zone. En dehors de cela aussi, on avait remarqué que les gens se présentaient au poste sous forme de déshydratation sévère et certainement qui n'est due que par le manque d'eau. Et depuis lors, après que n'est installé le forage, on a su que vraiment que l'eau était une condition sine qua non pour mener une vie normale. Donc on a vu que vraiment les chiffres que nous transmettons au niveau district en matière en quantité de diarrhée et autres ont vraiment baissé considérablement même. 以前は水汲みを手伝うために学校に行けなかった子どもたちにも変化がありました。Il y a un fort taux de scolarisation, un fort taux de scolarisation. Donc les enfants, dès que le problème de l'eau est réglé par l'implantation des forages, ils s'inscrivent en masse ici à l'école. Deuxièmement, la fréquentation également est renforcée.Ils sont plus présents à l'école. 給水塔が建設されたメレト村では、現在料金の徴収、会計など水の維持管理業務のすべてを住民が行っています。そしてJICAでは、このメレト村で成功した水管理システムをセネガル国内に広く普及させるための支援と、その成果を生かして。村の生活改善を図る安全な水とコミュニティ活動支援計画プロジェクトペプタックを2003年より開始しました。この管理体制をセネガル国内の多くの村に普及するためペプタックでは活動マニュアルを作成。地域によって民族構成の異なるセネガルではオロフ語、プル語など全部で5言語のマニュアルが作成されました。この国で一番こういうコミュニティを考えた場合に単一民族で存在しているコミュニティって存在しないんですよ。大体必ず複雑にこう入り乱れてるか、まあ、主流派はいてもマイナーなやつらもいると、要するに必ず混じってるんですね。ウォルフ語もプル語も実は音気の言語なんですね。文法はないんです。音でフランス人が聞き取った音をアルファベットに直してるんです。それを大学の教授と相談して、その我々が作ったフランス語をウォルフ語プル語に直して、でも村人は大半が実は字が読めないんですよ。ってことは ABC も分からないってことは、マニュアルをウォルフ語だよって渡されても分からないんですよ。で小学校に行って子供たちに読ましたら小学校3年で読めるんですよ、自分の言葉ですから。で親たちは学校に行く機会はなかったけれども、今の子どもたちはちょうど学校に行けるチャンスがあると、そういうので子どもから親に伝わったかなっていう、あれはちょっと珍しいパターンですね。メレト村から車で45分ほどのところに位置するバンバンジャイエン村では現在トイレ建設と衛生改善を組み合わせた支援活動が動き出しています。ここではトイレ建設の技術を支えるハード面をユニセフが、そして衛生に関する啓蒙活動などを行うソフト面をペプタックが担当し、現地の水利省、保健省とともにプロジェクトを進めています。c'est un démarrage que nous saluons et nous pensons que cela permet au moins de faire en sorte qu'on puisse limiter certaines maladies ou éradiquer même certaines maladies diarrhées. Vous savez, dans certaines zones comme ici, il y a peu de latrines. Les gens avaient l'habitude d'aller faire leurs besoins dans la nature, donc il y avait le périfécal. Nous pensons qu'une collaboration de cette manière, ça permettra de réduire sensiblement la mortalité et la morbidité de beaucoup de maladies. En fait, c'est les populations eux-mêmes qui ont trouvé que pour garder la santé, il fallait prendre beaucoup de mesures en hygiène. Mais pour prendre ces mesures en hygiène, il faut changer de comportement
Et pour changer, pour pérenniser les changements de comportement, il faut un minimum d'infrastructures d'assainissement. 住民の衛生意識を高めるためのツールには、子どもから文字を読むことができない大人まで、すべての人々が理解できるよう紙芝居が用いられました。このように水供給、保健衛生、教育など人々を取り巻くさまざまな課題を理解し、課題に包括的に対応することで人々を保護する。これが人間の安全保障の視点を踏まえた協力の第一歩です。人々が自ら課題を解決し、自らを脅威から守る力をつける。水料金の徴収によって活動資金が得られるようになったメレト村では、現在野菜栽培、家畜の飼料作物栽培、養鶏、羊やヤギの飼育といった4つの活動が行われています。日本人専門家と地域の代表であるカウンターパートが協力し合い、地域住民の能力強化を図るとともに、彼らが自分たちの手で新たな収入の向上を目指していけるよう、草の根レベルでの活動が進められています。これ、うちの機体のホストです。大体これ1回の交配量がね、5000セーファー。繁殖施設になったらこれがね、一番の稼ぎガチャなんじゃないかって言われてるの。ね、一番大切なのはね、笑い。いつもとにかくね、笑うこと、怒んないことで、もう自分をそのこう値段してもいいから、何でもいいから、こうどんどん住民がね、笑って仕事できるように。専門家織田さんのカウンターパートであるファイさんは、JICA がこの村の支援を離れた後、村の未来を担っていく大切な人材です。Bon, j'espère que je l'aurai, parce qu'avant tout, c'est mon travail. Je considère que Orita vient ici pour aider les populations et m'aider dans mon travail en tant qu'inspecteur des services vétérinaires. Donc, le développement de cette région m'incombe. Donc, lorsqu'il y a une coopération qui vient m'appuyer dans ça, donc, je m'évertuerai à être à la hauteur et à adopter ces méthodes.D'approche très simplifiée qui permet d'obtenir de bons résultats avec le minimum d'investissement. このように人々が自ら課題を解決し、脅威から自らを守れるよう能力強化する取り組みは、他のプロジェクトでも行われています。JICAでは、塩害に苦しむこのニョーロデュリプ県で植林活動の促進と住民参加型の地域生産システムの改善を目指す総合村落林業開発計画プロジェクト、プロデフィを2000年より開始しました。私たちの対象村のほとんどがバーボロンという塩分濃度が非常に高い川に沿って位置しています。彼らの一番の問題というのは、バーボロンから、吹いてくるすごい高い潮、塩分濃度を塩分を含んだ風に農地がさらされて、農地にどんどん潮が溜まってしまって、耕作ができないところがどんどん増えていく、砂漠化なんですけども、そうやって耕作ができない土地がどんどん増えていくということで。自分たちが生活の糧としているピーナッツですとかミルを耕作する農地がどんどん減っていくという問題が一番大きな問題でした。ニョーロデュリプ県の対象村での活動は、まず農地に塩分濃度の高い風が吹いてこないよう防風林を作ることからスタートしました。植林には
塩分に強いユーカリの木が選ばれました。活動では参加者を選択せず、女性から子どもまで誰もが参加できる住民参加型研修を行うことによって、人々の自発的参加を促しました。その結果、住民自身の手による苗の生産が増えています。Bon, je peux dire que donc, dans ce cadre-là, en matière de gestion de ressources naturelles, vraiment nos objectifs ont été largement dépassés. Et en matière également, de, sur ce même volet, bon, des formations ont été également tenues au niveau d'un certain nombre de villages, bon, ou même des villages qui sont extérieurs du projet ont pu venir assister à ces formations-là. Nyono-Dulip-ken-no-katsudou-taishou-son-de-hajimatta-shien-katsudou-wa人々が持っていた能力を開花させ、また地域にもともと存在した資源を最大限に利用することによって、さまざまな活動へと展開しています。活動対象村ではユーカリによる防風林のおかげで野菜の栽培ができるようになりました。またユーカリの木は成長が早く、木材として販売できることも分かりました。しかも伐採した後、その切り株から何度も枝が伸びてくるのです。防風林の木材と炭火焼きのサイクルにより、村人たちは定期的な収入を得られるようになりました。ニンコラスビニオンフィジャンガニフィペペニェレギビニジャンガレペペニェニュニンバッガラデンバジュロメハッニュゴルコレギビンコゴレyon mu ñak bi ci leen defer suñu teen bi biñ delu graté ci leen defer teen balé ci leen tambali mang séré ndax xalib dañ sé liggé buñ ci liggé té ku ci liggé bo amé bénéfice bu sa doom fébéré té man nga té yobu hôpital légui ñen vukki pour yoy ak juroom ñaar boko bolanté pour bu né ñaar saako war nga xam 23 saak ñaar vukki saako ak ñet mom bo amé bande mo amna khalis man nga ci liggey bu baax 自分たちの収入源、例えば食事を買う手段というのが雨季のピーナッツのモノカルチャーのピーナッツだけではない、他にも自分たちで野菜が作れるんだとか、自分たちで木炭が作れるんだ、それで少しでも子どもたちにはもう同じ思いをさせたくないから学校に行ってもらいたいとか、そういったことが村人の最大の変化じゃないかなと思います。村人が共同で得た収入は、人々の暮らしをより安全に、そして便利にするために役立てられています。例えばこの枠堰、以前は雨季のシーズンになると道が流されてしまい、市場に食料を買い出しに行く際に遠回りをしなければなりませんでしたが、この枠堰によって1年を通しての交通が可能となりました。また井戸から野菜畑に直接パイプを通すことによって、女性たちの水汲み労働が軽減され、作業を効率化することが可能となりました。いずれも住民が経費の一部や全額を支払って建設されたものです。行政からの支援に頼るだけでなく、地域社会や人々が自ら課題を解決し、自らを脅威から守れるよう能力強化する、その根底にあるのは、人間の安全保障の中に掲げられている人々を援助の対象者としてのみならず、将来の担い手として捉え、能力強化を重視するという考えに他なりません。人々を能力強化するこれらのモデルは、複数の省庁や援助機関の協力により、プロジェクト対象地域だけでなく他の地域にも広がり、やがてセネガル全体に定着するシステムとなることでしょう。Il faut rappeler que Et au vu des résultats qui étaient donc très appréciés, aussi bien par les autorités que par les populations,
qu'il a été évidemment demandé que le projet soit étendu à d'autres sites qui n'étaient pas forcément réalisés par la coopération japonaise. C'est pour dire que, évidemment, notre volonté, c'est évidemment de faire en sorte que d'autres localités ou d'autres zones puissent bénéficier de ce projet-là. Si on approxime, on peut avoisiner facilement les 90-95%. Donc, ça veut dire que donc largement, vraiment, les objectifs sont atteints. Puisqu'il est rare quand même de voir des projets qui atteignent plus de 80% des objectifs visés. このように行政レベルと地域社会、人々に対して様々なアクターがきめ細かな協力を行うことによって初めて人々に届く協力になると JICA は考えています。日本のこの協力のきめの細かさというのは非常に特徴があるんじゃないかと。他のドナーの国のやり方を見ると、大体そのコンサルタントの契約でですね、ポンと任せちゃうんですね。そこの国の専門家がですね、村に行って村人とウォルフ語で話をするというのはまずない。日本の強みはやはり元協力隊員の OB、OG の方がいろんなコンサルタントと出会ったり専門家になってですね、こういった協力を支えていますので、もちろん日本人の専門家だけじゃなくて非常に優秀なセネガルのコンサルタントの方も一緒に共同でやってると。でそこに行政側もですね一緒になってやってるということでは、非常に細かな協力が展開できたということが言えるんじゃないかと思います。どんどん組織として能力が高まって形となっていく、そこが一番嬉しいところですね。例えば会議した後の議事録ですね、そういったものってやっぱり今後残してとかいいんじゃないかとか、彼の方から提案してくれて、でじゃあ字の書ける誰かを自分たちで選出しようと、そう言ってくれることが今は一番嬉しいですね。与えられている資源を活用しながら、住民自身が不安定な生活環境を安定したものに変えていく。人々やコミュニティが持っている能力を引き出し育むためのこれらの支援は、人々の笑顔とともにセネガル全土へ広がっていきます。